Umi-kun rencontre ses idoles, des pros du kendama. Les figures de ces experts sont à couper le souffle. Ils vont nous expliquer pourquoi le kendama est si populaire. Ensuite, Chiharu va remonter le temps dans les ruelles de Tomono-Ura, une ville portuaire près de Hiroshima. Japan in Motion, convecteur temporel enclenché! こんにちは、海くんです。イエイ。本日はですね、けん玉パフォーマンスの魅力について迫りたいと思います。けん玉パフォーマンスがめちゃくちゃ上手い人がこの先に待っているみたいなので、今から会いに行きたいと思います。海くん、grand amoureux du kendama devant l'éternel, se rend dans une boutique élégante située dans le quartier d'Ebisu à Tokyo. Il va reconnaître de suite ceux qui l'attendent. ズマダンケだ。こんにちは。こんにちは。はじめまして、海くんと申します。はい、ズマダンケのコダマンとイージーです。コダマンとイージー sont les deux membres du groupe Zuma Danke, une formation à la réputation internationale. Le groupe s'est formé en 2010 et son ambition n'est rien moins que de changer l'image du kendama. Présent dans toutes sortes de médias, ils assurent plus de 100 spectacles par an. Mais une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours. Ils vont tout de suite montrer de quoi ils sont capables. Umi-kun est si impressionné qu'il ne peut s'empêcher de leur demander quelque chose. よかったらなんか技を教えてもらいたいっす。普段なんかこうやってる技で、はい、なんか全然見栄えがないんですよ。なんでそこになんかこうアレンジ加えていただいて、軽くじゃあ Umi-kun スペシャルという技を、はい、やります。オリジナル技。オリジナル技です。お、やばい、紐使い。うい、お、ウリンゴーランド。やったー。おー、うまい。すごい、うまい。すごい、すごい。まあ、簡単だけど派手に見えるアレンジをやってみましょうか。すげえ。最初のは普通でいいよね。ここから、これは普通でいいと思います。はい、で、はい、中段が持ち替えてますよね。はい。はい、これも OK です。多分メリーゴーランドをした後なんですよね。そう、した後をこうくるくる回して剣を取ったじゃないですか。はい、でここからふわっとくるくるくるトンってやるだけで、なんか横から所感は、そう、横から所感は。じゃあちょっと回して剣取ったとくるくる。おお、かっこいい、かっこいい、かっこいい。やばい、一発一発。最後にこう決めるっていうのは、はい、まあ、難しくて、まあ、これもいいんですけど、はい、ちょっと難しいんですけど、持ち替え、今のやつから中皿に持ち替え、フィニッシュをこっちにする。げえ、攻めてる感、攻めてる感、攻めてる感ある。待ってる感じゃない、攻めてる感。あ、やっぱ待ってるばかりだから俺いつも女の子に振られるんだ。なんということで攻めてる感を今のここからやってみましょうか。はい、はい、ここからまず持ち替え、真上にやって持ち替え、真上にやって、おお、奇跡だ。はい、でここからちょっと穴がね、いろいろあるんですが、ここから頑張っても横でもいいんで、よく見て刺しに行く、刺しに行く。うわあ、すげえ。うわあ、ナイスー、やばい、すげえ。 Il est temps pour Umi-kun de dévoiler la nouvelle mouture de son enchaînement spécial Eau de Pro. Comment va-t-il s'en sortir? くるくるくる、綺麗。うん、メリーゴーランド綺麗。最後、頑張れ。うわー、ナイス、来ました。
Les experts ont un petit conseil en plus à donner à Umi-kun. これも別にこうちょっと腰をかがめてやるだけで決めたい。そう、普通にこう立っちゃってこうやるとちょっとそんななんですけど。あ、本当だ。ここからこう止める。止めるみたいな。これだけかっこいい。メリハリが。なるほど。この動きだけで全然大きく見えるんで、なんかかっこ悪くなくなるっていうのが。すごい。見せ方の極意まで教えていただいて本当にありがとうございます。すごい。Après cette leçon des plus magistrales, Umi-kun décide de poser quelques questions aux deux artistes afin d'en apprendre plus sur leur groupe. ここでお二人の素顔に迫るいろんな質問をしていきたいと思います。名付けてズーマダンケ10 questions! お願いします。ズバリ、二人の出会いはどこでしょうか？東京おもちゃ美術館。二人がお気に入りのけん玉は？無限無双のジャンボサイズ。コダマンさんが一番好きな技は？フライングクリッパー。フライングクリッパー。はい。イージーさんが一番好きな技は？もしかめ。もしかめ。今まで一番印象的だったステージ？厳島神社の世界遺産の高台。すごい。海外公演で一番印象的だった国は？ハワイかな。ハワイです。ワイヤーですね。はい。イージーさんの性格を一言で。こと。ストイック。じゃあコダマンさんの性格を一言で。社交的です。ズバリ女性にモテるのはどちらですか。まあどっちもどっち。小学生にはイージー。奥様にはコダマンみたいな。さてラスト、今後挑戦していきたいことなどありますか。いろんなものとコラボしていきたい。ああ。さて、ドバッと一気に準備、はい、ありがとうございます、はい、ここで気になったいくつかの質問を掘り下げていきたいと思います。二、はい、人の出会いはどこっていう、はいはいはい、ところなんですけど、あの東京おもちゃ美術館っていうのは四谷にあるんですけど、はい、そこで実は僕らは別々にこう、はい、おもちゃの勉強をするために、まあ、とある講座に通ってたんですね。その時に会って、はい、でけん玉を彼はやっていたので、はい、彼にけん玉を教えてもらったのが出会いです。え、それまではけん玉されてなかったですか？してなかったです。それ大体何年前ぐらいなんですか？ちょうど5年ぐらい。5年ぐらいですね。もうすぐなんか組んじゃって。すごいですね。半年後ぐらいに行き合いショーやってましたもんね、うん、今までで一番印象的だったステージ、あのけん玉ワールドカップの、はい、まあ、必勝祈願みたいな形で厳島神社に皆さんでこうお参りというか奉納、あのお参りをして、はい、お守りした後っていうのはこうお礼に何かを奉納しなきゃいけないんですけど、その奉納がけん玉パフォーマンス奉納だった。すごい。そして印象的だった海外の国、ハワイということなんですけど、はい、僕らが初めて行った多分海外の公演が多分ハワイで、そうなんですね。でハワイがすごくこうけん玉が盛り上がっていて、小学生から中学生からみんな大人までやってるっていうのがあって、すごい。知らない海外の子供たちと、もう何もせずすぐに仲良くなれるみたいな、けん玉のこの力を感じた瞬間というか、そんな英語とかも喋れないんですけど、もうけん玉あれば僕らがやってる技を踊り出す子供たちもいれば、パフォーマンスを見た後にすぐ真似をしてくるんですよね、すごい。でそれじゃあ一緒になろうぜって言って一緒に踊りながらやったりっていうのがすごいなんか楽しくて、やばいですね。国境を越えた感ありますね。そうなんですよね。その今後挑戦していきたいということで、いろんなものとそのコラボというか融合というかおっしゃってたんですけど、それこそ歌とか、ダンスとか、そう、なんか最終的な夢とかってありますか？いっぱいありますけど、はい、オリンピックあるじゃないですか。はい、ありますね。2020年に、はい、やっぱりなんかそこで日本のけん玉っていうものを世界にそういったパフォーマンスをいろんなコラボをして一個の芸術というかパフォーマンスとして世界に見せたいっていうのは、まあ、近い夢としては。そうですね、うん、応援してます。頑張ります。頑張ります、はい、最後に、はい、いろんなジャンルとのコラボっていうのをおっしゃってて、はい、まあ、一応僕歌も歌ったりしておりますので、はいはいはい、もしよろしければ一緒にパフォーマンスしていただけたら嬉しいですけどね。ちょっとやるだけ。マジですか？やってみましょう。ありがとうございます。Bien que pris un peu au dépourvu, ils acceptent le petit caprice d'Umi-kun. Avant tout, un minimum de répétition s'impose. Une fois qu'ils sont au point, il ne reste plus qu'à découvrir le résultat sur le nouveau titre d'Umi-kun. Musique, start!
邪気なハーツ正義なんてないんだと思ったなのにやっぱ心のどこかで探してる信じられるものは Always たった一つでいい謎だろう I'm just feeling alive 次はぎの Destiny それでもかけてみたいその未来に I just want to do survive 残酷いやでも本当に今日は最高の時間ありがとうございます。このけん玉、はい、あとはそのけん玉パフォーマンスというものの楽しさとか凄さとかすごい伝わったと思います、はい、これでいろいろけん玉挑戦する人が増えるといいですよ ね、 ねいやということで皆さん本当にいろいろけん玉挑戦してみてください。本日もありがとうございました。ありがとうございました。すごい。こんにちは、ひがちはるです。今回はここ広島県の玉の浦にやってきました。天気も良くて海も綺麗です。人気の観光スポットなどもたくさんあるということですので今日は玉の浦を1日かけて散策してみたいと思います。 Situé à l'est du département de Hiroshima, Tomo no Ura est une ville qui doit depuis toujours son dynamisme à son port de pêcheL'histoire de la ville est encore bien présente dans ses ruelles. Elle a su conserver sa physionomie d'antan. On peut y trouver, au hasard des petites rues étroites, de nombreux temples et sanctuaires prestigieux. Ah, rétro, là. Nanka, sugoi. Waouh. Sugoi. Time slip, shita mitai.Tomo no Ura possède une atmosphère unique. En voici un bon exemple, l'Otake Jutaku, ou demeure Ota. Elle appartenait à une famille marchande de l'époque d'Edo. Cette résidence de luxe a gardé son aspect d'origine, comme en témoigne son magasin, sa salle de réception, sa cuisine ou encore son entrepôt. Chiharu se dirige maintenant vers le port.こちらのカフェもすごい素敵な雰囲気ですよね。ああ嬉しいです。とっても嬉しいです。ありがとうございます。ここでですね、ちょうど江戸時代の築160年ぐらいの建物になります。ちょっと時間をこう、ね、忘れさせてくれるというか、はい、もう本当すごく穏やかな。そういうことです。波がですね、瀬戸内海なんで全然ないんですよね、うん。だからもう本当に気持ちも穏やかに、やっぱり引き込まれるような気持ちになりますね。La mer est particulièrement calme à Tomo no Ura. La région est aussi un lieu où les poissons viennent frayer. Tous les ans, au mois de mai, a lieu le Taiami. Cette fête traditionnelle permet aux touristes d'assister à la pêche des dorades selon une méthode vieille de 380 ans. Otebi est un restaurant qui propose un menu de petits poissons. Pas étonnant pour une ville portuaire.すぐ近くの海で獲れたものそうです、ですね、友の漁師さんがね、はい、全部取ってきてくれるんです。へー、おいしそう。うん、あーこれはご飯に合いますね。絶対体にも良さそうだし、いいです。ヘルシーでもある。美しくなる。しっかりしてる。La spécialité emblématique de Tomo no Ura est le sake omeishu, une spécialité vieille de 350 ans. Cet alcool, consommé évidemment toujours avec modération, réchauffe depuis longtemps le cœur des habitants. Le 料理でよく使うみりんがベースになってます。
みりんを使ってるんですか、はいはい、料理酒のみりんがベースになってて、その中に16種類の植物系の薬草をつけて作ってます。Le Omei Chou a pour ingrédient de base le myrin, fait rare pour un saké. On peut aussi l'utiliser en gelée pour parfumer entre autres des taiyaki, des gâteaux en forme de dorade. Taï の形してますね。あ、白あん。中が白あんです。おー、いただきます。はい。なんかいい甘さですね、ちょうどいい、はい、あ、これだったらお子さんとかでもそうですね、食べれると思います、ね、全然平気に食べれそうな、はい、美味しい、ありがとうございます。さあ、鞆の浦は練り物が有名ということなんですけれども、こちらのあもちんみさんでちくわ作りが体験できるということなので、早速行ってみたいと思います。Le chikuwa est constitué de chair de poisson pétrie et cuite. On utilise traditionnellement un morceau de bambou pour lui donner sa forme si caractéristique. Le chikuwa de dorade, dont la recette n'a jamais changé, est toujours un régal. そしたら1個持ってください。教えますのでね。はい。やっぱり竹に冷たいでしょ。ちゃんと。そして、はい、こう真ん中に寄せるような気持ちで。Le secret, c'est de bien pétrir la pâte, comme si on voulait en chasser l'air. Après une quinzaine de minutes de cuisson dans un four dédié, voici le résultat. Oui, c'est ça. Et puis, un seul petit peu. Oui, c'est ça. 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 Le chikuwa fait main est maintenant terminé. Pour en profiter comme il se doit, autant chercher un paysage qui en vaille la peine. Chiharu prend le bateau à Tomo no Ura et atteint l'île Sensui-jima après seulement 5 minutes de traversée. Tadjak! Ah! Sugoi! Menomai ni Benten-jima ga Ah, qui est ici? Elle se retrouve transportée dans le passé. Cela fait plusieurs siècles que le paysage n'a pas changé par ici. Chiharu est fascinée. Et ça se comprend. Sugoi nikuatsu! そしてまた絶景で食べるのがいいですね。おいしい。L'île Sensui-jima abrite aussi un autre endroit touristique qui fait beaucoup parler de lui actuellement。あの人気の、はい、あのお風呂があると聞いて来たんですけれども、はい、もうね、はい、女性の方にはバッチのデトックスの蒸し風呂がございます。江戸風呂というお風呂がございます。江戸風呂、はい、江戸風呂。Qu'est-ce que ça peut bien être? Et au lieu d'une serviette, pourquoi donne-t-on à Chiharu un polo et un short? Kigaemashita! Nanka ofuro nano ni fuku o kite hairu tte iu no mo ne, nanka fushigi na kanji desu kedo. Chiharu découvre alors une station thermale qui fait face à l'océan. Quant à l'Edoburo, c'est la reproduction d'un bain de vapeur datant de l'époque d'Edo. Il consiste à alterner, dans un ordre bien précis, bain dans l'eau et bain de vapeur.
Pour commencer, le bain de vapeur pour faire transpirer abondamment. Et pour continuer, un bain d'eau de mer à forte teneur en sel. Barboter dans l'eau avec un coussin flottant autour du cou procure des sensations un peu irréelles. Et maintenant, un nouveau bain de vapeur dans la grotte pour réchauffer le corps. いい汗かきましたね。いや結構、いや気持ちいいですね、すごい。はい、ではね、次はこの次は、はい、メインのところ行きます。メイン。Et pour finir, le clou du spectacle. はい、じゃあ行きましょう、はい、世界一の露天風呂に。はい、これ海ですよね。はい。Eh oui, un bain de mer.一気に行ってください。ほんとに一気ですよ、一気。行きます、じゃあ。行ってきます。肩までザブンと。ほんと、うわぁ、冷たい。Pour rappel, nous sommes en novembre. Ce n'est pas du bluff. Après s'être bien réchauffé grâce au Edoburo,Il faut plonger dans la mer. Cette petite baignade dans le plus vaste bain à ciel ouvert au monde permet de ressentir la chaleur emmagasinée au plus profond du corps. C'est encore plus efficace pour les courageux qui viennent en plein hiver. いかがでしたか。1日かけて鞆の浦を散策しましたが、もう街の雰囲気では歴史を感じることもできたり、食べたら小魚とかもね、すごく美味しくて、こう海の街、港町でならではのお食事も堪能できました。そして最後はお風呂でも癒されて、もう時間を忘れて本当はのんびりもっともっとしたい感じです。皆さんもぜひ鞆の浦に足を運んでみてください。傷ついたその時がスタート。正義とか語れないけど、君と見たあの日の景色を探してる。